こんにちは、受取人1号。戸惑う必要はない。このメールは私クラインの個人的なメールアドレスから送信されたものだ。だけど誤解しないで。この招待状はメビウス博士に頼まれて送ったものじゃない。私の判断だよ。時間通りに博士の誕生日会に出席してほしい。もちろん博士本人の態度はいつもとあまり変わらない。でも直近14日間の観測記録によると明らかにおかしいんだ。統計によるとカレンダーを確認する回数は1日平均32回まで増加しているし、4と30の数字に対する関心度も去年の今頃より 62.3% も高くなってる。他のデータと共に分析し総合的に判断した結果、博士が誕生日会を楽しみにしている確率は 94.7% 以上だよ。だから今夜の20時から始まるメビウス博士の誕生日会に出席してほしい。よかったら博士が好きそうなプレゼントを用意して、もしくは他の友人を誘っても構わない。博士はきっと喜ぶと思う。ではまた後で。追伸、上記の内容はメビウス博士にはどうか内密にお願い。私にとっては本当に本当に本当に重要なことだから。クライン。